周辺三角島は、瀬戸内海栄諸島の島、有人島である。大崎下島の北約0 6トルに位置する。大崎下島は、秋灘と、美島海道によって、本州の広島県呉市中心部とは結ばれているが、三角島は結ばれておらず離島になる。島の東側大部分が郵便番号734-0304、呉市豊町久し比。 西側斜面付近のみが郵便番号7 3 4 0 1 0 2呉市豊浜城大浜。面積0.78平方キロメートル、周囲約4キロメートル。手法は110.3メートル、大部分が産地である。気候は、瀬戸内海式気候。集落は南側に一つのみ。島の就業者のほとんどは、柑橘栽培と、造船業を営む寺岡に従事している。 2010年人口61人。ただし、寺岡の外国人労働者を除くと高齢化率は70%を超える。観光、宿泊施設は全くないが、日帰りで釣り客は訪れる。この島には古墳が2つ発見されている。双方とも横穴式石室で、つまり古墳時代後期以降のものである。宮島の五福島神社が、 その混流にあたり主催神として、宗方三女神を誕生。その際にこの島にカリミ宮を混流した。これがこの島に残る三角神社だと伝承に残る。明治以降の行政区分は、豊田郡豊町久し人、豊田郡と浜町大浜になるが、分割された理由など詳細は不明。2005年に市町村合併により、全島域が呉市になった。 広で創業した寺岡がこの地に三角工場を置いたのは1972年のこと。現在はこの工場が寺岡の主要工場となっている。大崎下島久志飛行を往復する三角航路があるのみ。なおこの航路は2015年より時島汽船に事業上とされている。ありがとうございます。